たまたま車を止めたところで見かけた光景なんだけど、背の高い若い警察官が背の低いちょっと背中が曲がった杖をついたご年配のおじいさんの手を取って、手をつないでゆっくり歩いていました。時々電話をかけたり携帯を見たりして行き先を調べているような様子もありました。あの光景を見て、まあたまたま警察官だったからそう思ったのかもしれないんですが、もし私服だったら身内かなって思うところ、警察官だったらね、確実に他人じゃないですか。ああいう見知らぬ人たちが手と手を取り合ってゆっくり前に進んでいる。行き先もよくわからない。うまく歩くこともできないね。ご年配の方は信号を渡るのもさ、まあ俺らもいつかそうなるんだけど、ちょっと怖かった。だけど誰かが手を取って導いてくれることによって向こう岸へ行けるとね。一人で歩くんだったら早歩きでもゆっくりでも、なんなら走っても大丈夫だけど、もし二人三脚のように相手がいる場合は、早く走れる方が遅くしか歩けない、ゆっくりしか走れない人に合わせないと転んでしまうんだよね。いつか俺らも失敗をするときや、ああいう風に年を取ってダメになるときは必ず来るんだ。まあ自由に感じ取ってください。